わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。さて諸君は熊本大学の先進マグネシウム国際研究センターを知っておるかの。さあ一緒に扉を押し開こう。熊本大学の先進マグネシウム国際研究センターは一体どのようなところなんじゃ。先進マグネシウム国際研究センターは、熊本大学の全学組織のセンターです。で設立は2011年の12月になります。でこのセンターはマグネシウムに特化した研究センターでして、これまで、熊大耐熱マグネシウム合金とか熊大不燃マグネシウム合金などの画期的なマグネシウム合金を開発して、その基礎研究と応用研究を進めているところです。実はですね、2003年に、工学部の学科横断的な自主研究ユニットというのを作りまして、研究開発に取り組んできました。で当初は17名の機械系の先生と材料系の先生が集まって進めてきまして、産学連携、基礎研究、それと国際連携の面からいろいろ活動してきまして、それが認められて2011年12月に全学組織のセンターになったという経緯があります。熊大マグネシウム合金は2種類ありまして、一つが熊大耐熱マグネシウム合金というものです。でもう一つが熊大不燃マグネシウム合金というものです。熊大耐熱マグネシウム合金は室温で強いという特性と、高温で強い、すなわち耐熱性を持っているマグネシウム合金です。一方熊大不燃マグネシウム合金は燃えないという特徴と強いという特徴を併せ持っている合金です。特に熊大耐熱マグネシウム合金は世界で一番強いマグネシウム合金ですし、熊大不燃マグネシウム合金はマグネシウムは一般的に燃えやすいという性質を持っているんですけども、不燃性を初めて実現した材料で、これは世界的に非常に注目されている材料です。ほうほう、最近の研究ではどんなことが分かっておるんじゃ。最近はですね、いろいろな国プロを進めていまして、熊大マグネシウム合金のまず素材の製造技術をいろいろな企業と開発しています。また航空機の応用を目指した国プロも進めていますし、また、一昨年度からは医療機器の応用を目指したプロジェクト研究も進めています。マグネシウム合金の特徴としては生体親和性が高いと、害を及ばさないと、もう一つは生体に吸収されてなくなってくれるという特徴がありまして、そういう生体吸収性の体内埋め込みを医療機器材料として注目されています。例えば血管が詰まった時に広げるステントっていう網目状になった金属のパイプがあるんですけども、今まではそれは埋め込んだらずっと一生埋め込んだままなんですけれども、それをマグネシウム合金で作ると半年後から徐々に吸収されてなくなってくれるという、そういった医療機器になるので注目されています。ふむふむ、これから熊本大学先進マグネシウム国際研究センターはどんな役割を果たしていくんじゃ。先進マグネシウム国際研究センターはもう国内外ではマグネシウムの研究ではもう最先端を行っているということでもう認知されています。で今後はマグネシウムから軽金属材料全般に展開していこうというふうに考えています。具体的にはアルミニウム合金の研究を組織的に行っている富山大学と連携して、アルミとマグネシウムの両方の研究をやっていこうというふうに考えています。これからも熊本大学先進マグネシウム国際研究センターに期待が高まるの。